タデウシュ・ジュムジンスキは、ポーランドのピアノ奏者、ホジュフの生まれ。1933年から、カトヴィツェ音楽院で、ブワディスワバ・マルキエビツォヴナにピアノを師事。第二次世界大戦中は、クラクフに疎開し、その地のカフェテリア等で演奏活動を行ったが、1945年にカトヴィツェ音楽院に戻った。1947年に卒業すると、パリに行き、バルター・ギーゼキングとアルフレッド・コルトーの薫陶を受けた。1949年に帰国してからは、ズビグニエフ・ジェビエツキヤやゲケールの下で研鑽を積み、同年のショパン国際ピアノコンクールで12位に入賞した。以後、欧米諸国で演奏活動を展開し、1977年にポーランド政府からオシツェルスキ十字勲章を受勲している。1961年からクラクフ音楽院で教鞭を取り、1973年から母校のカトヴィツェ音楽院でも教えた。1986年よりカトヴィツェ音楽院の教授となった。カトヴィツェにて没。タデウス・ズムツンスキー。2016年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年2月23日閲覧。culture.pl ありがとうございます。